蝶つがい問題。今日は蝶つがいさん家のお宅に侵入しています。さあ、蝶つがいさんはいますかね。あ、いました。蝶つがいさん、こんにちは。僕は蝶つがい、こうやって自由に動けるんだよ。はい、これが蝶つがいさんです。さあ、蝶つがいさんの特徴について考えていこう。壁を押してみるよ。向こうに動かない。蝶つがいはこっちに押し返してるらしい。今度こっちに押してみよう。この扉をね、こうやってこっちに押してみよう。動かない。蝶つがいさんは こっちに押しても動かないから、こっちに力を出したよね。蝶つがいさん、あなたどっち向きでもいけるんだね。内側から外に行ってみよう。こっちの力ね、グッとこっちに押します。グッグッグッ。こっちにも動かない。こっちにもあなたの力発揮できるんだね。蝶つがいさん、あなたどっちでもいけるんだね。ありがとう。蝶つがい問題には特徴がある。それは何か。蝶つがいは360度全ての方向に力を発揮することができるということなんですね。さっき見ました。そしてじゃあどうやって運動の向き決め、あ、力の向き決めたらいいんですか。これがポイントです。これは運動の様子。今は絶対静止ね、合体だから。静止ってことは平身や回転しない条件から考える。例えば、この合体にこっちの力は間違いなく働いている。ここに蝶つがいが、じゃあ蝶つがいどっち向き、こっち向きに力を働いてないと動き出すことになるよね。こっち向きの力がある、これしかない。うん、炎直の方向は、じゃあ蝶つがいどっち向き、下向きの力がないと上に動き出しちゃいますよね。だから平身しない条件だったり回転しない条件から力の向きを決定できる。で、次に蝶つがいっていろんな方向斜めとかになるんで、斜めって表現しにくいね。斜めだったら水平と炎直、水平と炎直、こうやってね分けて考えると考えやすい、こういったところがポイントです。そして問題の状況を確認していこう、この問題も基本的な事柄がしっかり確認できる問題なんで、皆さんは自力で解いてみて、その後ぜひ解説を見てください。まず問題の状況、絵から見ようか。はい、こんな感じです。一様な棒、長さ L、重さ W の一様な棒。で、それが糸でこうやって吊るされている。ここの角度30度。で、ここは蝶つがいね。こんな問題です。じゃあ求めたいのは、蝶つがいから受ける力のね、水平成分、炎直成分、糸の張力はいくらですかっていう問題です。さあ、レッツチャレンジ。できました？さあ、解説をしていきます。まず、力の矢印だね。分かってる力をまず書いてあげよう。うん、力の矢印は2種類、重力と接触力。重力はこう炎直下向きに、 MG じゃないね、今重さが W だから W。 次、糸の張力はこれは間違うことはないでしょう、 P。 いいね。で、蝶つがいがハテナ、わかんない。で、ここでちょっと考えてほしい。もしこのままいい水平方向に T しかなかったら、この棒は左に動き出すよね。ってことは、蝶つがいは、そう、右向きの力を出しているはずだ。水平方向に関しては。この力がいい。次、炎直方向について変身しない条件を考えよう。今、W が下向きだから、これしかなかったら下に絶対動き出すはずだ。ってことは、蝶つがいどっち向き？上向きの力を出していないとおかしい。これを F と置きなさいって問題文に書いてある。うん。あとはこれについて解いておけばいい。ね、前回の問題では、回転しない条件から考えましたが、今回はもっと簡単な変身しない条件から考えました。はい。でも変身しない条件でも分からなかったら回転しない条件も考えてね。さあ、あとは力の釣り合いの式を立てる。で、棒について力のモーメントの釣り合いを考える。モーメントの釣り合いは簡単な場所がいいんだったね。さあ、どこが簡単かな。ここだと未知の文字は1個しか消えない。ここは W は未知ではない。ここは未知の文字が2つも消える。間違いなく点 B 周りが超おすすめですね。そしてモーメントのセーフ0を考えていこうか。ここ周りだから、こいつは0、こいつも0。 W はふ、 T はふ、
反時計回りだから、セーブ。そして、今回、W も T も斜めだ。斜めの時の戦略は2つあった。力を分解する。もしくは、作用線、腕の距離を求める。このどっちか。今の場合、力をこっちとこっちに分解して、こっちは0でこっちは垂直だからってやってもいいんだけど、こちらの場合は作用線を伸ばした方が求めやすいです。作用線を伸ばすと、腕の長さっていうのは、ここから垂線を下ろした、これ。これが腕の長さ。今、腕の長さはいくらかな？はい。ここの距離が、2分の L。ここが30度。だから腕の長さは、2分の L、コサイン30度。2分の L かける2分のルート3。力の大きさは W。だから、負のモーメントは W かける腕の長さ。同じく正のモーメントもやってみよう。できました？まず作用チョーク終わってしまった。はい、作用線を伸ばす。回転軸から作用線に垂線を下ろす。これが腕の長さ。今は2分の L ね。1対2対ルート3、1対2対ルート3って考えてもいいしね。 L サイン30度で考えてもいいね。はい、モーメントの式ができた。力かける腕の長さだね。あとは、文字がいっぱいの場合、二重線を書いてあげて、未知の文字が1個しかない式から攻めていけばいい。3番だね。それを1番2番と代入していけば、はい、答えがこのようにして求まるということでした。さあ、超都外問題、未知のような感じがしますが、しっかり回転しない条件、変身しない条件を使えば力の向きが決定できる。超都外問題はもうバッチリ。